コロナ禍の中でですね、まあ、各局のアナウンサーがみんな喋るネタがないと言って悩んでいるんですが、まあ、いろんなところ出歩けないからね、みんな苦労してるんですよ。まあ、同業者の人とよくやり取り私もするんですけど、みんなやっぱりね喋ることがなかなかなくて困ってるんですけど、私この間ですね、まあ、MBS に出社しようと思って、出社というか、まあ、別の職場から MBS に戻る途中だったんですけど、歩いていましたらね、携帯電話拾ったんですよ。で、私その別にそれを携帯電話拾ったっていうのは別に懐の中に入れたという意味ではなくて、携帯電話が落っこちてて、で小雨ちょっとパラパラっと降ってる時だったんですけど、信号待ちしてたら前を歩いている男性と女性の二人組がこう歩いてるんですけど、女性が地べたをこうパッと右手で指さして、二人でそこパッと見て、でなんか何も見なかったかのようにスーッとこうどっか行ったから、何があるんだろうと思って見たら、携帯電話がねちょうどこう信号機の車止めのあたりですねのところにこうもたれかかれるようにして落ちてるんですよね。あれと思って、まあこれ微妙だなと思ったのは、携帯電話って今ね場所わかるんですよね、別の携帯とかパソコンで調べると。だから妙に私がこれを持って例えば近くの工場に持って行ってしてしまったりすると、かえって見つかりにくかったりする場合もあるかもしれないなとか、今時携帯電話を盗んで何に使うだろうかとか、まあでも個人情報の塊だから危ないよなとか、いろいろこう瞬瞬あったんですけど、私次の仕事場に移動する時間をちょっと早めにしてたんですよ。それはもう早めに現場に入ってその仕事の準備をちょっとだけしようと、まあ多少台本を読んでみたりとか、なんか関連する情報を調べ込んだりとかする時間に当てようと思って、ちょっと早めに移動時間を取ってたので、まあ余裕あるし一応拾っておこうかと思って拾ったんです。でこれを持って交番所を探したんですけど、全然周りに交番がないんですよね。交番がないわ、困ったなと思って歩いている時に、あっと思って気がついて、ちょうど私それ、大阪の裁判所の近くだったんですけど、中之島のあたりで警察署があるわと思って、でその警察署に持っていけばいいやと思って行ったんです。そしたら閉所日って書いてあって、今日は閉めてますと、お休みなんですって、あ警察署もお休みとかあるんだと思って、ただその忘れ物係は空いてますよみたいなことが書いてあったんですよ。そんな書き方してないですよ、そんな頭の悪い書き方してないけど、忘れ物係は2階ですよみたいなことが書いてあって、で、あ、これはちょっと良かったと思ってそれを持って行ったら、おそらく普段の警察署だったらそういう事務方の専門の方がいてね、でそういう事務処理なんかも大得意の人たちが多分何人か並んでたりするんだと思うんですけど、その日はなんせ閉所日ですから、詰めてる警察官の方が、巡査かなの方がいる、で機動隊みたいな服着てるんですよ。でその人が、で若い人でしたね、20代そこそこ30代ぐらいかなの人が2人座ってて、なんかぼーっとしてるんですよね。まあそれは専門外だから別に、何ですかみたいな感じでこっち見るんですよね。で、すいません、携帯電話を拾ったんですけどっていうふうに言ったら、はいみたいな感じで、でこう、あ、どんなんですかって言うからこう渡して、でそっからこう、あれ少々お待ちくださいって言われて、書類作りが結構大変なみたいですね。あれね、なんかこう細かい、私もこの間教場を見ていたのでその辺のことよくわかってますから、教場を見ていて、その落とし物を拾った人、キムタクが怒ってましたからね、そのちゃんと挨拶しないと、物を拾った人に対してまずはありがとうございますと一歩下がって頭を何度に傾けてみたいなことを言ってた、ちょっと想像してたのと全然違う反応だったんですけど、ああはい、あちょっと待ってくださいみたいな感じだったんですけど、まだ専門じゃないからしょうがない。でもこの人たちもきっとキムタクにいろんなことを教わってる人たちだから、そのあんまりそういうのを責めちゃいけないなと思って、頑張ってる人たちだしと思ってこう、まあ見てたんですよね。でものすごく手間かかるんですよ。で iPhone だったんですけど、あれね大変ですね、本当警察の人ってね、 iPhone の何型かを書かなきゃいけないんですよね。あれ iPhone9 なのか iPhone10 なのか iPhone10S なのか iPhone 11 Pro なのか、なんかそこら辺をなんか書かなくちゃいけないらしいんですよ。だそれをでもあれなんかロックかかってるから見られないじゃないですか。でずっとチワワの写真しか写ってないんですよ、もうその待ち受けので、その若い機動隊みたいな2人がちょっとこれ なんすかね、なんですかねみたいなこと言ってるんですよね。で自分のスマホ出してこうなんか検索したりとかして、で、あれ大丈夫かなと思って、私もなんかこう最初は遠くの椅子に座って見てたんだけど、だんだん気になってきて、こうちょっとだんだんこう近づいていって、もう最終的にこのカウンターのところに私も肘ついて、多分
てんじゃないですかねみたいなこう話をなんか3人でなんか考え始めちゃって、でこれが偉いもんで事務方の人たちが作ったですねチャート見たのがあるんですよ。これはだから長さが何センチぐらいである、でそこの裏のマークに どの位置に何があるとか、開いた時の電池の表示がここだとか、中央にボタンがどうのこうのみたいな、そのそれによってだんだんこう特定できるやつがあって、それにずっと合わせていって、あこれ10ですねみたいなのになって、で iPhone10 って書く、でエンジ色のカバーとかね、スポーツクラブの会員証でその名前が書いてあって、で誰彼さんで、待ち受けチワワって書いて、そのなんか書類を作ってるんですよ。待ち受けチワワまで書くんだと思ってびっくりしたんですけど、で、そこに私の住所を書く、名前を書く、年齢を書いて、で電話番号も書く、で、電話番号をもし拾った人の名前を教えてほしいとか、電話番号を教えてほしいってお年主が言ったらどうします、伝えますかって言われたんですよ。でここで私は負担だったら、あもういいですいいですよって言って帰るんだけど、なんせほらラジオで喋るネタがないからなんかつながるかもしれないと思って、一応あじゃあ一応電話してもいいっていうふうにしといてくださいっていうふうに言って、電話番号伝えても OK にして、で私会社に戻ったんです。結構時間かかりました、10分15分ぐらいかかりましたけど、なんかその控えの紙みたいなのもらって、で私も一日ずっと会社仕事してたんですよ。でそしたらね、夕方に電話が鳴って、全然知らない番号から、で出たら、あの福島さんのお電話でしょうかって言って、あはいそうです、あの私携帯電話を落としたものなんですけれども、本当ありがとうございましたみたいな感謝の電話だったんですよ。いやいいことしてよかった、いやよかったです届いて、でも私もなんかね、そのスポーツクラブ持って行った方が早いのかなとかいろいろ考えたんですけど、いやいやもう本当にありがとう助かりました、今どちらにいらっしゃいますかって言われて、いやもう私も家帰っちゃってるんでいいですって言おうかなと思ったんですけど、今毎日放送におりますっていう風に言って、職場におりましてって、毎日放送にいるんです、あじゃあ行きますって言われて、そこからね15分か20分30分ぐらいかな、もうちょっとだったかな、結構会社で私もう帰れる状態だったんですけど、仕事終わって待ってたんですよその人、これどっち、これまあまあでもなんかある何か起きるかもしれないと思って待ってた。そしたらあの今あの MBS に着きましたっていう電話がかかってきて、で私じゃあ伺いますねって言って MBS の1階に降りたら、割と背の高い、私よりも10センチぐらい高かった、180センチぐらいあるスラッとした長身の40代ぐらいの男性で、横に女性の方、この方もなんかちょっとね、そんな安い家には住んでませんね、あの感じがね、なんかものすごくこうお上品な感じで、2人ともマスクしてるんで顔わかりませんが、多分奥さんはすごく綺麗な方だなっていう方が出てきたんですよ。でこう2人いて、ああどうもありがとうございましたって言って、で本当に私今もうほとんどテレワークで不動産の仕事してるんですけど、もう全部顧客の情報とかも全部この携帯に入ってるんで本当助かりましたって言って、あいやいやもうそんなもう今ないですよ、そんなもう私もたまたま通りがかって拾っただけですから、雨も降ってたんですね、機械傷んだらいけないから、いやもう本当たまたま私あそこの警察署に行ってなかったら多分ね受け取れてないんですよみたいなこと言って、なんかその私が届けた警察署に奥さんがあそこにひょっとしたら届いてんじゃないって言ったから行ったらあったんですって、だからそれでもすごい喜んで、で、すいません、本当にありがとうございますって言って、お仕事中に言って、毎日放送なんですねって言って、これ、ラジオで喋ってもいいですかって聞いたんですよ。そしたら、え?みたいな感じになって、喋る人ですかってなって、私、ここのちょっと、ラジオで番組やってまして、ああ、そうなんですか、いや、全然、もう、次は新福島という番組で、冠じゃないですか、冠じゃないですか、すごいですね、みたいになって。いやー、ぜひみたいなこと言われて、何時ですか、平日の火曜日夜8時から、もう聞きますみたいなこと言って、ひょっとしたら聞いてるかもしれませんけど、でうちの奥さんもね実はアナウンサー目指してたんですよつって、そうなんですかって、実はアナウンサー目指してたんですけど、アナウンサーにはならなくて、最終的に兵庫県警の交通情報センターにいたんですって。でラジカンとかキッス FM、 FM コー、キッス FM かで喋ってたんですって、その道路交通情報を喋ってたらしいんですよ。だからちょっと同業者の方の旦那さんの携帯電話を拾ったという物語ですね。ちょっとこう一展開あったんでやってよかったなと思いましたけどもね。いやなんか不動産関係のお仕事だっていうことらしいんで、ちょっとこれを機にね、もし私がマンションを急に買うみたいな話をしだしたら、その人から買った可能性がありますよね。なんかしかも安くでね、なるうまいことやってる可能性はあります。なそういうわらしべ長者的なことをちょっと妄想してしまったという一日のお話です。